大幅に性能向上した iPhone 16、Pro Max や Xiaomi 14 Pro との比較を行い、性能面含め、どんな人におすすめか見極めます。いつもご視聴ありがとうございます。今回ですけど、前回 iPhone16 のレビューをしましたが、今回パート2としてバッテリー持ちとカメラの性能チェック、前回の結果を合わせて相互判定を行っていきたいと思います。少し前回のレビューの結果をですね、振り返ると、iPhone16 の方は15からですね、かなり性能が上がってですね、15 Pro Max と同等以上の性能が今回得られています。6.19 のですね、コンパクトスマホの中では最強レベルの性能になっているので、今回ですね、カメラのチェックを行って、このあたり、プロとかですね、プロマックスどこまで迫れるのかっていうのを見ていきたいと思います。まずですね、バッテリー持ち 2D の評価なんですけど、こちらですね、私の評価ではツールがですね、ないので、GS メアリーナさんの結果を参照しています。で、こちらですね、左に結果載せてますけど、今回の iPhone16 は CPU がですね、変わったことで電力効率が 30% 向上してます。バッテリーはですね、プラス 6% なんでそんなに増えてないんですけど、CPU が変わったことによって、前回15が13時間ぐらい経ったのが15時間42、かなりバッテリー持ちが増えてます。で、この値っていうのがだいたい iPhone15 Pro Max とほぼ同じような値なので、このあたりですね、今回の iPhone16 っていうのは前作の15 Pro Max とほぼ同じぐらいのバッテリー持ちを実現してるってところはかなりすごいところだと思います。次にカメラの方なんですけど、Pro Max はですね、1.3 分の1のセンサーで、性能は結構いいセンサー積んでますけど、iPhone16 の方は 1.56 分の1のセンサーになってます。ちょっとセンサーの型番がですね、全くわからないっていうのと、2層積層トランジスタになってるって話も視聴者様からいただいているので、それが本当かどうかちょっとわからないんですけど、このあたりですね、16 Pro Max と比較しながら、どのような性能を実現されているのかっていうのをちょっと今回見ていきたいと思います。で、こちらがですね、カメラの撮影モードになります。カメラ自体はですね、広角と超広角、あとセルフィーありますけど、ほぼメインカメラ一挙になってます。で、4K のですね、60fps までちゃんと撮れて、カメラの切り替えもサポートします。で、セルフィーの方もですね、4K60 まで撮れるので、撮影モードに関しては、基本的なところは抑えているのでいいところですよね。じゃあ、ここから撮った写真、ざっと見ていきたいと思います。まずですね、露出制御解像度ってところで、いつも撮ってるシーンですけど、どうでしょうか。これ見ると、やっぱし露出制御のところは厳しいっていうのは前から変わらないですね。Pro Max もそうなんですけど、16も厳しいと。あと、この辺のなんか変な処理が入ってますね。で、解像度に関しては、そこそこあるって感じで、若干空にノイズが乗ってるところが気になるところです。で、こちら16 Pro Max と比較するとこんな感じです。ほぼほぼ同じような傾向ですね。露出制御がやはり弱いってところも同じで、この辺の角のところのなんか変な補正も同じように出てるので、ソフトウェアのエンジンほぼ同じですね。ちょっとこの違いで言うと若干ノイズが16の方が多いってぐらいです。で、こちら iPhone16 と最近発表された Xiaomi 14T Pro、あと Xiaomi 14、あと Pixel 9 Pro XL ですね。私 Pro XL しか持ってないんですけど、コンパクトサイズの Pro も出てるので参考に載せてます。これらの機種と比較しても iPhone16 の方は、露出制御が劣ってるってところですね。解像度に関してはそこそこ他社の機種と張り合えてるってところはいいところだと思います。HDR 性能もちょっと弱い感じですね。こちらですね、iPhone16 と Xiaomi 14での比較になります。で、露出制御はですね、厳しいってところがどういう風に出るのかってところで、このようにですね、看板が結構白飛びしちゃって、見えなくなっている状態になってしまうところが惜しいところですね。Xiaomi 14の方はこの辺りしっかりできていて、このように綺麗にできるというところがあります。それ以外の部分は、そこそこいい感じですね。で、この露出制御に関しては実は距離によって性能が変わります。iPhone は近い距離であればそこそこいけるってところが分かっていてですね。ただちょっとノイズ拡大してみると多めですね。近いところがいけると言っても若干この辺ぼやっとしてしまって、Xiaomi 14の方は近いところだと、よりよくできていて、それでも負けてしまう。回ってところがあるので、値段12万円ちょいすることを考えると、このあたりちょっと改善が必要だと思います。次にフレア合成 HDR ですけど、この辺フレアゴースト、前からですね、コーティングは一応されてるってことなんですけど、やはりフレアゴースト多めという感じですね。特にゴーストはかなり明確に出てます。フレアに関しては、そこそこ少し抑えめって感じはあるんですけど、この辺ちょっと厳しいところですね。HDR に関してもちょっと弱い感じが見えてます。こういった強い光源があるところは苦手って感じですね。で、こちら、Xiaomi 14と比較すると、Xiaomi 14はですね、ライカでズミネックスレンズの
方でアンチグレアレンズのコーティングされてますけど、まあ、iPhone 16コーティングされてるとは言われてますけど、まあ、これぐらいの差が出てきます。で結構違いますよね、まあ、明らかにこの空に映っているゴーストがもう文字が読めるぐらい空に映っているので、この辺りは改善が必要だと思います。で解像度に関してはですね、これはいつも撮ってる写真ですけど、まあ、そこそこいい感じで、この緑の葉っぱも非常に綺麗に撮れていて、まあ、地面のところも解像感含めて出てますね。若干ちょっと弱いところはありますけど、まあいい感じだと思います。でこの写真も同じような感じで、看板のところも非常にいい感じで撮れてますね。露出が弱い分、この光ってるところがちょっとぼやってしまうところが惜しいところです。でこちらもですね、 Xiaomi 14と比較するとこんな感じです。で解像感っていう面だと、まあ、これ夜景撮影ですけど、このですね右上のところを拡大すると、まあ、少し解像感っていうところでは Xiaomi 14に劣るって感じですけど、まあ、センサーサイズがですね、 Xiaomi 14は 1.3 分の1で結構大きいので、まあ、それを考えると、まあ、1.56 分の1でこれぐらいの差が出てしまうっていうのは仕方ないと思います。まあ露出が弱いところはこういった光のところのですね、文字がぼやっとしてしまうところが、まあ、弱点ですね。でこちら Xiaomi 14T Pro、 これライカチューンですけど、比較するとこんな感じです。だいぶ違いますね。これ全く同じ環境で撮ってますけど、色のダイナミックレンジですね、この暗いところとか、このロス制御のところはちょっと Xiaomi 14T Pro も少し弱いところがあるので結構似てますけど、雰囲気の表現がだいぶ違うなという感じです。まあ、やはりこのライカチューンのところの雰囲気ところは iPhone 16では、まあ、全然出てなくて、まあ、独特の雰囲気があるのが Xiaomi 14T Pro の強みですね。あと色のダイナミックレンジも圧倒的に Xiaomi 14T Pro の方が混ざってるので、今回 14T Pro はですね、109,800円で iPhone 16より安いので、もう iPhone 16にとっては Xiaomi 14T Pro っていうのは、まあ、かなり驚異的な端末になるんじゃないかなというふうに思います。でこちら作例ですね。先ほどの解像度とか HDR とか露出制御を、まあ、足し合わせると、まあ、こんなような逆景が撮れます。まあ、こういった看板のところは白飛びしちゃってますけど、まあ、光物がないところはまあそこそこの解像度が取れてるという感じですね。若干ノイズが細かく乗ってるところは気になるところ。でこちらも同じような写真で、こういったところが明るいところは厳しいですね。まあ、全体的にはまあまあいい感じの写真が撮れてるってところが iPhone 16のいいところだと思います。まあ、こちらの写真も同じような感じですね。若干これ解像感が一見高く見えるんですけど、細かいノイズが乗ってるところが惜しいですね。特に空のところがノイズが乗りやすいってところが撮っていてあります。で乗る時と乗らない時がちょっとあってですね、まあ、この辺なぜなのかちょっとわからないですけど、まあ、こういったところはちょっと改善の余地があると思います。でこちら室内ですけど、室内はですね解像感を含めて非常にいい感じで撮れます。非常に解像度高いですね。まあ、こちらも同じような感じで室内ですけど非常にいい感じで撮れてます。でこっからですね、やはりちょっと夜間とか見ると解像度ノイズがですねどれぐらい出ているのかっていうのはわからなくて、あとですね iPhone 16 Pro Max と比較してどれぐらいの差があるのかっていうのを明確にしたいのでチャートを使った評価を載せてます。でこれ低照度環境 0.0 ルクス以下なんでほぼ真っ暗な環境ですけど、まあ、これぐらいの差があるってもう全く iPhone 16の方はですねもう線すら見えてなくて、 iPhone 16 Pro Max はまあ線は一応見えていて分離もできてます。で下にはですね参考に Xiaomi 14と 14T Pro 載せてますけど、まあ、iPhone 16はそれに対してですねだいぶ負けてしまうって感じになります。こちら夜景シーンに非常に近い 1.2 ルクス環境ですけど、低照度と違ってですね、まあ、少し光があれば一気に性能は改善して、まあ、驚いたことにこの iPhone 16ですね、 16 Pro Max と結構型を並べるところまで性能が上がってきます。まあ、この辺の線の重なり具合もですね iPhone 16 Pro Max と非常に近いレベルですね。まあ、Xiaomi 14T Pro は、まあ、Xiaomi 14よりも解像度が非常に高くて、さすがに 14T Pro には夜間の解像度は負けてしまうんですけど、まあ、それでも iPhone 16のセンサーサイズ考えるとかなり頑張ってるなと思います。若干デノイズ処理が強くてぼやっとしてしまうところが惜しいところですね。まあ、次に15ルクス、これ室内環境ですけど、まあ、室内だとさらに解像度が上がってもうほぼ16 Pro Max と変わらないレベルですね。この真ん中の線の重なり具合のところも分離できているので、この辺解像度非常に素晴らしいですね。まあ、Xiaomi 14T Pro と比較しても、まあ、下手すると Xiaomi 14T Pro の方が負けてしまうぐらい解像度が高くなっているので、まあ、室内での撮影に関しては iPhone 16はかなり性能がいいなというふうに思います。でこちらがですね昼間の撮影になります。まあ、先ほどのチャートの結果を見てもですね、明るいところでの解像度っていうのは非常に高くて、こちらですねかなり綺麗ですね。
ちょっと曇ってるので分かりづらいですけど、まあ、ビルの解像感に関しては非常によくできてると思います。こちら iPhone 16 Pro Max と比較するとどれぐらいの違いがあるかってとこですね。この黄色いところを拡大してますけど、まあ、若干16 Pro Max の方が、まあ、ノイズ抑えめ少し解像度が高いっていうレベルで、まあ、普通の人が見たらもうほぼ分からないレベルかもしれないですね。この辺の右側の線とからですね、さすがに16の方は少しまあうっすら出てますが消えちゃってるところがあるので、この辺りは16 Pro Max のセンサーサイズが大きいところは、特に距離が遠いところですね、はこういった形で差分が出てくると思います。これただ近いところだと、まあ、ほぼ変わらないレベルになると思います。こちらですね、違ったシーンですけど、まあ、非常に解像度高くていいと思います。若干この気になるのはビルのところにモアレが出ていて、これ同じシーンで16 Pro Max で撮った写真と比較すると、16 Pro Max はこのモアレがですね出てなかったです。まあ、そういった細かいところのですね違いがあるとはいえ、 iPhone 16かなり頑張ってるなと。でこちらも違ったシーンですね。ちょっと左側の緑のところが黒つぶれが出そうなところがあるのでちょっと気になりますけど、まあ、この辺もですね、16 Pro Max も黒つぶれにちょっと近いところがあるので非常に傾向に似てるなと思います。でこちら緑の写真、解像度含めて非常に葉っぱの表現ですね、細かくできていていいと思います。でここからですね、質感の表現ですけど、今回ですね iPhone 16 Pro Max との比較も載せています。まあ、ほぼほぼ同じような感じですね。まあ、色味の表現、質感の表現、まあ、逆に言うとこの赤色の表現に関しては iPhone 16の方がうまくできているっていうぐらいかなりいい感じです。でこちら木の質感ですけど、まあ、これもほぼ変わらない感じですね。もう地面のところとか椅子のところもほぼ同じような質感レベルなので、モンドノリに関してはもう16 Pro Max で撮ろうが iPhone 16で撮ろうが変わらないレベルになってると思います。まあ、こちら石の質感ですね、こちらも非常に似ていて、若干 iPhone 16の方が色味に関してどうでしょうかね、薄いというかちょっと茶色系入ってますね。で植物の質感に関してはこんな感じです。ちょっとバナナビラのところですね見ると、 iPhone 16 Pro Max もそうだったんですけど、若干植物の質感表現弱いところあるなという感じですね。食べ物の質感に関してはこれどうですかね、まあそんなに悪くない、美味しそうな感じにはできているという感じですね。でこちら色飽和とダイナミックレンジに関しては赤色、 iPhone 16 Pro Max も苦手だったんですけど、もうちょっとその辺の傾向出てるなという感じですね。でこちら16 Pro Max と比較するとこんな感じです。赤色のところはやはり赤つぶれに近いような形で16の方も厳しくなってます。ちょっと赤色がですねピンク色系でちょっと赤が減ってくると、まあその辺は変え改善されてるっていう感じですね。この辺りも16 Pro Max とほぼ同じような感じで、白つぶれに関してはまあこちら、まあそんなに悪くない感じですけど、まあ、赤よりはマシというような感じですね。でこちらズームなんですけど望遠レンズついてないんですけど、一応1倍2倍最大10倍まで撮れます。で物撮りで10倍で撮ってみたんですけど、まあまあ綺麗に撮れるなって感じですね。拡大する時にも一応10倍はこれぐらい使えるという感じになります。まあ2倍がですね非常に物撮りの時は便利でいい感じです。まあ今回フュージョンカメラってことで2倍は光学ズーム相当解像度が得られているので非常にいいですね。でポートレートモード、iPhone ポートレート結構強いんですけど、まあ、こんな感じで6種類のモードが用意されてます。まあ、自然光、スタジオ照明、コントゥア照明、ステージ照明、あとモノクロですね、あと背景照明って形で、まあ、かなりポートレートモードは充実してますね。あと背景のボケ含めて非常にいい感じです。でこちら作例ですけど、これ結構難しい細い物体のポートレートですけど、まあいい感じで撮れてますね。若干手前の方はしっかり残ってます。でこちらの方もちょっと16 Pro Max でもちょっと課題だったんですけど、細いところは苦手で、まあ、こんな感じで潰れちゃう感じでボケてしまうんですけど、まあ、背景のこのボケのところはしっかりできているので素晴らしいですね。こちらいつも撮ってる写真ですけど、まあ、靴とですねこちらゲージのところを見てみると、まあ、ほぼほぼ16 Pro Max と変わらないので、物撮りに関してはもうほぼ近くで撮る分にはどっちで撮っても変わらないという感じになります。三色団子ですね、こちら若干色味強めって感じですけど、まあ、質感の表現に関してはまあまあできてるって感じですね。緑色が強め、ピンクも少し強めって感じです。 4K60fps の動画チェックしてみます。どうでしょうか。ゴーストテック出てますね。走ってもらいます。アンビエンスは結構揺れてます。コーティングされてないのかな、やっぱし。
構成が結構強いですね。 4K60 エピスの動画チェックしていきます。どうしようか。クリアゴーストゴースト結構ありますね。画面上は結構揺れてます。2.8K60 エピスのアクションモードをオンにしてます。この暗さだともっと明るさが必要ですって今コメントが出てますけど、どうでしょうか。ちょっと走します。あ、ちょっと画面上はかなり揺れが厳しいですね。はい、4K60fps の動画のチェックです。どうでしょうか。視野感度ですね、4K60がそんなに良くないんで、昼間どうなのかなっていうのをちょっと気になってます。じゃあちょっと走ります。階段上がってみます。画面上は結構角ついてるんですよね。解像度は高いです。次はフル HD60fps のアクションモードオフでやってみます。どうでしょうか。 4K60 が滑らかだったんでまあ大丈夫だと思いますけど、ちょっと今日曇ってるの逆光よくわかんないですね。ちょっと走ります。画面上はちょっと動きが激しい。今階段降りてます。多分大丈夫かなという感じですね。はい、次アクションモードオンでですね、2.5K の60になってます。4K60 昼間ですね、見てみたらまあまあ滑らかだったんで大丈夫そうな気がしますけど、どうしようか。アクションモードは画面上結構かくつきますので、ちょっと走ります。ちょっと端末揺らしてみます。今揺らしてますけどどうでしょうか。よくわかんないですね。はい、以上です。で最後にですね、まとめですけど、今回いろいろ見てきましたが、パート1の評価と合わせてみるとですね、基本性能がですね、今回 A18 チップ搭載されたことで非常に高いってところがポイントだと思います。バッテリー持ちもですね、このチップの電力効率がいいことで非常に良くてですね、この総合性能、 2D 性能、3D 性能、バッテリーのところはですね、まあ、マックス10点になってますけど、ここが iPhone16 としての一番のいいところだと思います。で一方でですね、この性能を生かすための大事な画面がですね 60Hz っていうところが、これが非常に惜しいところで、せっかくいい性能があるにもかかわらず出力がですね、これが60なので活かせないってところが一番の大きな弱点だと思います。でここはですね、例えば120とか90だと、まあ、ほぼもうプロはいらないっていうような世界になるので、あえて差別化してるんだと思いますけど、まあ、今時ですね 60Hz で10万円以上の端末ってのはないので、まあ、ちょっとここはですね要改善ポイントだと思います。でカメラに関しては16 Pro Max とかシャオミの14とか 14T Pro と比較しましたけど、昼間の写真に関しては非常に解像度も高くて、あと物撮りも非常に優秀なんですけど、まあ、夜間に関してですね、まあ、iPhone いつもそうなんですけど、露出制御とかゴーストとかですね、フレアが結構厳しくて、まあ、そのあたりが、まあ、せっかくいいセンサーを積んでるにもかかわらず、まあ、総合的に見るとちょっと弱いってところがもったいないところですね。あと動画に関しては昼間結構いい感じで撮れてます。まあ、このあたり iPhone の強みだと思いますけど、 iPhone16 Pro Max 同様、夜間の動画に関してはブレがあるってところが欲しいところで、まあ、このあたりなんか16シリーズで、まあ、劣化してるのか、もともと暗いところは苦手なのかもしれないですけど、ここはちょっとですね改善ポイントだと思います。あとカメラコントロール、今回ですね16 Pro Max と同様積んできてますけど、まあ、これコンパクトサイズで、まあ、16 Pro Max よりはまだ若干使いやすいですけど、いずれにしろこれカメラコントロールはですね使いにくくて未成熟ってところで、まあ、自作に改善期待ってところだと思います。で総合性能としては今回88点で、このオレンジ色のところがですね Pro Max になりますけど、
基本性能はもうほぼ今回の A18 の性能あれば十分で、まあ、スピーカーとかあとディスプレイが弱いとかですね、あとまあカメラのところが少し弱いってとこぐらいで、まあ、ほとんどの人は結構 iPhone16 で満足してしまうんじゃないかなと思います。ただまあ124,000円ってところがちょっとですねトータルで見た時に、まあ、今時の端末でとしてはですね画面の性能とかあとまあ 3D の性能を見てもちょっと高いなという感じなので、まあ、その影響が結構画面が引っ張ってるのでこのあたりですね改善されると、まあ、より魅力的な端末になっていいと思います。はい、今回のレビューは以上になります。何かの参考にですねしていただければ幸いです。それではまた。